よく来たな、旅人よ。一緒に飲もうや。仲間が安らかに眠れるように飲んでやってくれよ。みんなやられちまったが、何にやられたかはわからない。恨むにも誰を、何を恨めばいいやら。ブリンホッシュに聞いた。仲間が死んだ時のことを教えてくれ。あのクソったれめ、森は呪われてると何度も訴えたのに、奴は信じようとしなかった。俺はブリーンに雇われた。あんた方を襲った怪物を見つけるためにな。そうなのか。さっきの暴言は忘れろ。ブリーンはいいやつだ。そうに決まってる。襲われた時の話を聞かせてくれないか。森から帰るところだった。材木を運んでたんだ。すると恐ろしい遠吠えが聞こえてきた。狼みたいな声だ。急ごうとしたが、荷車の車輪が挟まって動かなくなった。俺は石弓を取りに小屋へ走った。マグナス・リヒターに言われてな。戻ってみろと、みんな無事らしく殺されていた。誰が誰かもわからないほどに。なるほど、よくわかった。助かるよ。化け物をぶっ殺してくれ。なるほど。ああ、ありがとうございます、ね、バカなことしか言ってないですけどね。さて、荷車の馬車、襲撃があった場所を見つける。たまにはね。深い轍だ。木こりはここで荷車を止めたんだ。そしてこの道を進み、おそらく仕事場の空き地へ向かった。なるほど。こっちか。おお、すげえ来てんじゃん。何これ。おい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 。ひどいなこれ。あ、こっちから。こっから行ったのね。こっちからこう行ったのね。そうっすよね。あまり考えすぎちゃうのも良くないですけどね。ここで戦った二人のドワーフと巨大なものは。何、巨大なものって。ここで戦った二人のドワーフと巨大なものは一人こっちへ行った。ドワーフは逃げようとしたのか。ひどい出血だ。岩を引っかいてる。怒っていたようだ。危険な相手だな。ゲーム配信大変ですね。だから、あ、背中に傷を負い、出血多量で死んだ。編集が必要になりますよね。だから結局。こいつは地面に押し付けられた。息ができないほど。あらゆる状況から見て、レーシェンの仕業だ。そいつのトーテムを探さなければ。カラスはレーシェンのしもべ、トーテムのそばにいるはずだ。蹴るな。だね、こう、ボスの、ボスっていうかね、敵が出てくるとね、図鑑にね、出てくるんで。レーシェン。これか。イグニ。ああ、じゃあ装備を変えとくか。
ここで、イグニが効くということなんでね。ハードクエン。ヤーデンか。アナセマ。ハードクエン。火炎があるからな。で、これに、あ、持ってきてねえや。そう。まあいいや。やっちまうか。なんかおるで、それ。レーシェンのしもべの鳥じゃねえ。こっちじゃないな。あ、いっぱいいるじゃん、なんか。だからね。強敵と戦いますよ。いけるかな。待って、これ何時今。夜だと見づらいから、なるべく朝で、朝戦う、昼間。こいつか。うん、ただのカラスか。畜生が見当たらない。これか。いた。レーシェンのトーテムだ。さて、こいつを壊せば怒って巣から飛び出してくるはずだ。やべ、強いじゃん。どうした、来い。何今の。ああ、そういうことか。これね、カラスがね、攻撃してくるんだよね。なもんでね、食えんだよね。おう、ガードしながら。すごいでしょ。おぶね、お前汚ねえわ、そんなの。狼なんかふざけんなよ、マジで。やべやべやべ、あー間違えした。
やべえよそれ。オオカミが汚ねえわ。あべ、来た。せっかくの魔法が。やべ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 。まあそんなにや。死ね。昔鬼武者って言った時あります？あんな感じっすよ。よし、燃えた燃えた燃えた。この剣はね、あべべべべ。待て、なんかなんだっけ、石族のオイルかなんかが。オイル塗ってみよう。石族。に似てると思いますよ、戦闘は。なんだっけ、精霊種、依存種、依存種だよな。よし、 OK。 強くなってるのかは見えない、数字が。くそ、あそこか。燃えてるといいね。燃えてると分かりやすい。うわマジか、やべえ。クエン酸、見えねえじゃんこれ。消えてんの？しかも汚ねえわそれ。あーマジかそれ。また狼呼んだの？あ、今度3匹？やべえってそれはマジで。釣れって。これデスマッチでよく倒したな俺。やべえからマジで。やべえ。やべえ死ね。くん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 。危ねえ。あー当たんねえの。マジか。まだ死んでねえのかよ。おっしゃー、おお、マジかい。おいおい、どれだけ待たせる気だ。まあこれで死んだら意味ねえじゃないか本当に。危ねえよマジで。何匹いんだよ、畜生狼。戦う前は周りの狼を倒すからにしよう。いっぱいいなかったな。危なかったわ。まあ、まだいるまだいるまだいる。危ねえマジで。死ねる体力だから危ない。あ、なに今弓矢とかなんかいなかった？違う、なんか弓矢飛んできたような気がしたんだけど。何匹いんだよ敵がよこれ。
黒い角獣。ようこそウィッチャー殿。キコリを襲ったレーシアンは退治した。ああ、なんとなんと素晴らしい。新しいキコリを雇わにはならんが、仕事を探してるやつはワンサといる。だが他にもレーシアンがいる恐れはないのか。いるかもしれない。まあその時はウィッチャーを雇うんだな。ああ、そうするよ。では報酬だ。いい仕事には金を惜しまない主義でね。ではな。チャンネル登録と、ウィッチャーが好き、ゲラルドが好き、依頼が、依頼というかクエストがね、濃密で、まあ、ウィッチャーはいいよな、うん、いいよな、うん、うん、いいよな、って、ウィッチャーはいいよな、っていう人は、評価の方をお願いしますね。てなわけで、ウィッチャー3、ライブ配信の方をね、これにて終了したいと思います。いいよな、ウィッチャーはいいよな、うん、うん。それではまた、会いましょう、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。最後はたけちゃん TV のさんのモノマネでまた見てくれよな。お疲れ様です。